プラリドキシム溶化メチルまたは単に、溶化プラリドキシムとは、有機ン剤中毒の特異的な下毒剤である。パムやオキシム剤と呼ばれることもある。科学的には、ピリジニウム間に、オキシム部位が置換した構造を持つ。IUPAC 名はニホルミルマイナス1、メチルピリジニウム溶児ドオキシム。本来想定していた用途は、有機ン系の農薬中毒に対してであった。 しかし、サリンや VX ガスなど神経ガスも有機ン剤の一種であるため効果を発揮する。日本では大日本住友製薬が1955年より処方繊維薬品パム上中5 0 0ラムとして製造を発売している。同社の全然味で母体でもある住友化学は有機ン農薬を製造しており同農薬による中毒に 対処できる薬剤として赤字ながら細々と製造され農業地帯の病院を中心に常備されてきた。1995年3月20日の地下鉄サリン事件において原因の化学兵器がサリンだと特定されると特効薬であるとして大量に消費され東京都内の在庫が尽きたが全国各地の在庫が駅や空港で待機した。 医療関係者の人海戦術のリレーにより、東京都心へ輸送され600人以上の被害者の命を救った。これは2005年に、同事件による聖路加国際病院での救護活動を題材としたプロジェクト X、挑戦者たち、地下鉄、サリン救急医療チーム最後の決断で取り上げられた。有機臨在は、 神経の化学伝達物質であるアセチルコリンの分解酵素コリニステラーゼの酵素活性中心に結合することで本来のアセチルコリン分解作用を失活させる。そのことにより増長したアセチルコリンの作用が意識障害、除脈、血圧低下、縮動などの中毒症状を引き起こす。本剤は酵素活性中心に結合した有機リンを 切断解離させる作用を持ち、その結果、チェの活性を回復させるので、有機ン剤に対する解毒作用を表す。ただし、有機ン剤がコリニステラーゼに結合して、一定時間が経つと、エイジングと呼ばれる、不可逆変化が起こり、薬が効かなくなる。例えば、サリンの一人エイジング時間は、約5時間なので、暴露してから5時間以内に、投与しなければ、 手遅れとなる。有機ン剤と同様の作用基準を示すカルバメート剤においては、有機ン中毒と同じく血清コリンエステラーゼ活性の低下が見られる。しかし、本剤ではコリンエステラーゼとカルバメート剤の結合は、乖離できないので、本剤ではなくアトローピンを選択すべきである。ありがとうございます。